んでだ、このロボット軽くできねえ。そなたの地下エーテルギアであろう。紅鉄器にはエーテルコーティングがされていますの。そっか、だったら地面の方をさらに重く。地面を突き破った。地面の下に町が。ここはロードーク、いまいましい場所に。何？そのロボットの重力を変えられねえなら俺の体をもっと重く。だがメインフレームは傷。あともう少しだ。だいぶホムラの近くに来たぞ。必ずお前を連れていく。期待しておるは感動の再会か、それとも母に怒りをぶつける娘の姿か。そんなのはどうでもいい。アルキリーの意志を俺が継いだんだ。くだらんくだらんくだらん、死んだ機械の意志だと笑わせるな。機械に心が、感情が、愛が、そんな妄想と理想を持つガキどもが世界をダメにしてるのだ。現実を見ないガキが。現実を見てる大人は世界を良くしてるのか。バカな、エーテルコーティングのボディが。こいつ重力を乗せつつ打撃の瞬間にエーテルギアを解除。自分の手を犠牲に。少なくともお前は世界を良くしてねえだろ。この労働区を見る。